はい、えー、速回塾のコブです。12月16日。まあ、明け方と言いますか、深夜になりますかね。今、4時5分なんですけども、まあ、急激なドル円の動きがありました。ああご覧いただいているように、 上と下の赤い線、113円の775と113円の430でボックスは固定したんですね。で、113円の775を割って、えー、上の方に伸びたのを確認して、えー、エントリーするというふうな方式はいつも申し上げているところなんですけども、まあ、ちょうどね、N を書くようにして、今、 急騰しているサインが出てますね。現在価格伸びきっていますけど、114円の137あたりになってます。えー、ですんでね、50ピップスぐらい動いたんですけども、瞬間風速で114円の245あたりにいってますよね。えー、まあこの時間にここをエントリーできてる方はね、えー、少ないと思いますし、予約投稿は私進めてないんで、まあされていないと思いますけども、あでもこのレンジを抜けたらね、今みたいなブレイクアウトが起きるってことの何よりの またね、今回も照明になってると思うんですよ。で、しかも、緩やかに右肩上がりになっている上でのレンジですからね。これは抜けるなら、上の方に抜けて一気に、ドバーンと急騰するんじゃないかなと思います。そこにファンダメンタルも重なってると思うんですが、その辺は今、あの、特に裏付けを取っていません。とにかく、テクニカルで、 このブレイクポイントを抜けると、今回は110歳の775ですけどもね、ここを抜けると N を書いて組み上げて一気にズバンと上に上がる、その図が見えてきたんではないかなと思いますけどもね。はい、えー。まあね、こういう動きもたまにあるんですけども、基本的にはこういうのはイレギュラーですんで、備えては置くんですけどもね、私みたいにね、<laughs> 起きる時間が深夜だとこういうのに出くわすんでちょっと得なんですよね。うん。まあでも東京時間ではこういうの起きないと思いますんで、 皆さん日中でこういうことは起きないと思います。え特に12月はね。まあですので、徹夜をすれば勝てるって問んではないですけども、まあ私の場合はライフスタイルがこういうふうに、えー、24時間フリースタイルになってますんでね、えー、最大限価値の可能性が拾っていけるってことになります。まあ何が言いたいかっていうと、普段お勤めになっている方は、やっぱり基本に忠実に朝見て昼調整して夕方に離脱。これを繰り返すことで、えー、力を貯めておいていただきたいんですよ。その上で、 まあ、FX なり他のことで自分の生活が自分で賄えるようになったら、お勤めをやめたり、ちょっとペースを減らすことによって、深夜のゴールデンタイムに FX にトライすることができる。ニューヨークタイム。ニューヨークお休みタイムって言うんですけどね。ニューヨークの時間が活発になるときに、こうやってね、大きな利益を得ることができる。そんなチャンスが巡ってくるってことを今日お話してみました。はい。じゃあ、今回は以上ですね。お疲れ様でございました。